サッカー女子日本代表、なでしこジャパンは24日、韓国代表、26日、国立競技場との国際親善試合に向けて千葉市内で練習を行った。合宿4日目は4-4-2を基本布陣に、攻撃面の戦術練習や11対11の紅白戦を実施。MF 富士の青葉、20イコールマンチェスターシティは2トップの一角と右 MF の位置でプレーした。 縦への推進力は以前のチームより見られると思う。縦に速いサッカーと落ち着かせる部分を使い分けながら、ボールを取るためのプレーが増えるんじゃないかと感触を口にした。パリゴリンを終えた8月、イングランド女子スーパーリーグの強豪マンチェスターシティに加入した。直近の公式戦5試合のうち4試合がベンチスタート。ものすごく悔しい気持ちもある、というが、刺激的な日々だ。 自分が求めていた、速い強度で求められる判断力は大敵に慣れてきたところだと思う。五輪以来の代表活動で、その成長を感じつつあるという。向こうでやっているより全然余裕がある。守備の部分では距離を縮められるようになり、ボールを奪う回数も自分のところで増やせている。この日の紅白戦でも出足の鋭いプレスを発動。ボールダッシュにつなげた。 攻撃面でもその余裕は生まれている。海外の選手のプレスは圧があり、足も速く反応も速い。日本に帰ってきて、普通だったら焦るような距離感でも自分的にはまだまだいけるなと。ある程度詰められた状況でも、人が密集した中でも冷静に判断できている、不完全燃焼に終わったパリ五輪から2ヶ月半が経った。再出発となる韓国戦は、 進化した姿を見せるつもりだ。海外挑戦を踏まえた中で生まれた余裕をチームの結果に還元できるように、自分が結果を出せるように頑張りたい。一試合限りですけど、勝負にはしっかりこだわる。勝ちきるというところはチーム全体もそうだし、自分も意識してやっていきたい。たくましさを増した20歳が、神聖なで子こをけん引する。